1951年頃、上野山清次は日本の画家。俳優の上野山孝一は長男。白木静人の一人娘、桜子の子に、元山東一郎、元山清文がいる。北海道札幌郡江別村生まれ。北海道師範学校図画戦科終了。小学校代用教員として図画の他剣道を教える。1911年状況。 太平洋画界研究所に学び、黒田清輝、岡田三郎介に教えを受ける。1915年作家、白木静と結婚。1917年静が死去し、悲嘆に暮れる。関根正治、竹久夢二、津田聖風のほか、谷崎純一郎、久米正雄、広津和夫ら文学者とも交流する。1924年定点発入選。1926年より、 定点特選を続ける。1929年、武蔵野洋馬研究所を開く。広田光喜と親しく、北海道の風景、アイヌなどを描いた。戦後は日展に出品。1955年には、釧路に滞在し、看板業を営みつつ、画業を行っていた、増田誠と共に、世界一周旅行を起とする。旅行は、上の山の病のため断念されるが、 マスダは1956年に釧路を引き上げて上京し、1957年には突仏を果たしている。上野山は1960年に漏水のため死去。ありがとうございます。